天水格闘技 TV 天水始まりました。天水森川です。はい、というわけで本日はコラボ企画ということでやっていきたいと思います。はい、まあ年齢的に1個下で、はい、まあ空手もちょっとねかぶってた時期があるんで、はい、で若干俺の方が強いぐらいな人なんですけど、だけどまあ結構すごいって言われてる人で来ても人に人にちょっとね、はい、今日はね来てもらいましたんで、はい、ぜひちょっとね紹介していきたいなと思います。かなりちょっとねまた大物ですので、はい、よろしくお願いします。はい、はいはい、というわけで第2代 K-1 ワールドグランプリスーパーフェザー級王者浦部ひろたか選手です。おお、すげえ。すいません、はい、おお、はい、すごい、本物じゃん、殺されちゃう大丈夫ですか。はい、というわけで、はい、今日は奥さん綺麗に来ていただきました。はい、というわけでですね、はい、今日はなんと、まあ去年ですね2022年の、はい、2月に、まあ、最後となった試合を行って、でその後に、引退された浦部弘隆選手に来ていただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、正直天性森川ふわふわしております。ちょっとね、まあ MMA の選手とかは正直ね天性森川はやってないんで割と舐めてるんですけど、正直ね舐めてるんですけど、ちょっとあの K-1 のあのトップファイターの方は同じリアルに憧れて見てた人なんで、ちょっとねあのふわふわしてますが一生懸命顔を見られませんが一生懸命やっていきたいと思いますんで、ね、よろしくお願いいたします。はい、というわけで、今回はですね浦部弘隆選手に、我々のチャンネルでですね、はい、レーダーチャートっていうのを作っていまして、はいはい、五角形でですね選手の強さの指標となる、はい、レーダーチャートっていうのをあの付けさせてもらっています。はい、わかりました。はい、なのでそのレーダーチャートに沿って、まあ、今回ですね浦部選手に実際につけていただこうかなと思っております。浦部選手のね、まあ、その自分のね、うん、どんぐらいできるのよっていうのをちょっとまあ言っていただいて、うん、はい、実際につけてって、まあ、一緒に完成させていこうという企画となっております。うん、はい、ちょっと待ってください。なんかここにプリント1枚落ちてたんですけどなんかもうこれついてないんだよ。ついてるいいから。ついてません。浦部先生がついてるんですよ。はい、なんか、はい、はいはいはい。今待って、今そうでしょ、拍手。はいはい、今拍手渡したんだから。ちょっと背が上がったんですね。ちょっと落ちてます。お前やばいだろ、お前マジで。OK です。はい。このOKはOK だね。コージ選手との、 あの記者会見以来の途中退席っていう話はね、うん、はい、はい、ありますが、はい、はい、ちょっとじゃあすいません、あの、はい、出ちゃってるんですけど、はい、はい、はい、これに対して何かいいんですよね、僕はね。そうです、うん、言うだけじゃなくて言ってなくて、いやでももう全然引退してますんで、はい、やった場合もう違法ですから、うん、ダメですよ。いやまあその前もね、はいはい、ダメですからね、はい、お願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、これ見てる方ってあの格闘技の結構ライトな層の方が結構多くて、うん、はい、まあ言っちゃえばちょっとにわかが多いんですよ、こいつら、うん、マジでちょっとにわか多いんで浦部選手のことちゃんと知らない方も多分いると思うんですよ、正直、はい、ね、あと朝倉未来ばっか見てるやつなんですよ。だからちょっと浦部選手の凄さがちょっと分かってないと思うんでね、ちょっと説明したいと思うんですけど、はい、まず、第2代 K-1 ワールドグランプリスーパーフェザー級王者っていうのは2015年に弟の浦部浩也選手がチャンピオンでタイトルを取っていて、うん、そこに挑戦して倒してで、スーパーフェザー級王者になったっていうことなんですけど、はい、俺多分その当時の、K-1 って多分世界最強だったと思うんですよ、うん、まあ、今だったらワンチャンピオンシップとかグローリーとか、うん、まあ、結構強い団体もいっぱいいるんで、なんか今その K-1 のチャンピオンっていうのはまだ正直ちょっと分かんないなっていうレベルだと思うんですけど、俺その当時は多分 K-1 間違いなく最強だったと思うんですけど、あの時は多分そうだと思います。そうですよね、はい、いやだからマジでこう最強、うん、最強だった人です、本当に本当にすごい人なんで、私は最強そう歌ね私は最強ですよね、はい、
違います。違います、はい、ふざけたことを言わないでください。はい、であと、はい、まあ、これちょっとあのウィキペディアとか見ると、はい、あの ISKA オリエンタル世界スーパーライト教授っていうのがあって、はい、まあ、これ、まあ、一応分かってるんですけど、あれ結構難しいですよね。あの ISKA って団体はないですもんね。ISKA っていうのは、うん、まあ、あるんですけど、うん、日本で取る場合っていうのは、うんうん、取るっていうか日本でやった場合は結構割と取れるっていうか、うん、海外に行って向こうでタイトルマッチをして、はいはいはい、取るっていうのは多分なかなか取れない、まあいないんじゃないかな、はい、いやそうですよね、はい、だってしかもこの ISKA のタイトル取ってる日本人選手って多分本当数人しかいないですもんね。天心選手、武尊選手とか。そう、武尊もそうですね。そうですね、取ってないか。そう、多分俺が知る限りだと 4,5 人ぐらいしか多分いないんで、もっといるかもしれないですけど多分 4,5 人ぐらいなんで、うん、その中の本当に1人、うん、いやちょっとねやばいですよ、化け物が来てもらっちゃったんで。まあでもね、ちょっとまあ最初に天心の方が強いよっていう話もしたんですけど、実は空手自体、うん、はい、あの同じ大会出てまして、あ、そうなんですか、はい、全日本ジュニア空手道選手権大会っていうのがありまして、その当時多分自分の一つ下なんですよ、はい、学年的に。そうなんですよ。でそれで中3の時に、準優勝していると、全国でっていう経歴を持っていて、で天水はじゃあ中3の時どうだったかっていうと1位。おお、すいません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 、ちょっと言えって今言われたんで。いやすごいですよ、あの大会かなりレベル高いですか。はい、そうで、そこからなんかね見てたら、ノイリ選手とか小澤海斗選手とか小比類巻選手とか、こう今をこうときめくとか、まあまあレジェンドクラスの選手とかっていうのがたくさん出てたような、実は大会だったっていうのを、まあ後から見て昨日知ったんだけど。いやそうなんだよ。でノイリ選手はだから、ちなみにその俺が中3で1位になった時に小4で出てて3位だったから、だからノイリ超えっていう説も実はマウント取れるね、実はあるような感じみたいです。はい、そう、いやいやすごいですね。でもいや、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、でもまあとにかくあの素晴らしい選手にちょっと今日は来ていただいたんでね、はい、はい、というわけでレーダーチャートと実際にちょっと今日は作っていきたいかなと思っております。あと、まあ、この結構キックボクシングの中で、まあ、武尊選手、那須川天心選手ってかなり有名だと思うんですけど、まあ、武尊選手の本当兄貴分、ヒロ君、ヒロ君ってよく呼んでるんですけど、そのヒロ君ですね。あ、はい、そうですね、はい、噂のヒロ君ですよね。武尊とはかなり長いですね。武尊が上京してきた頃からずっと、まあ、一緒にいましたから、めっちゃ怖いって言ってた、その当時の。そうなんだ。ヒロ君はもう喋りかけられないらしい。そう、はい、いやもうこの収録終わるまではちょっと我慢していただいて、その後はいくらでもちょっと受けますので、もう僕もね、あのライブ落ち着いてますんで。よかった、はい、落ち着いた時でよかったね。あのヒロ君時代だったら俺多分やられてたからね、はい、よろしくお願いします。はい、はい、というわけでですね、まあ、ちょっとパンチのカテゴリーからいきたいなと思っております。はい、手元にある資料の中で、武尊選手、那須川天心選手の、うん、はい、レーダーチャートっていうのね、はい、まあ、ちょっとどうしてもつけろって言うんで、うん、あいつらがなんでちょっとつけさせてもらったものがね、ちょっとあるんですけども、うん、まあ、その中で、ちょっとまあ自分と比較していただいて、うんうん、でちなみに5が、まあ、K-1 のチャンピオンクラスのレベルだったりトップクラスの、はい、レベルがありますよ、スキルがありますよっていうことですね、はいはい、で3が、まあ、その平均、はい、で5を超えると、まあ、そこのチャンピオンクラスよりもずば抜けた、うん、能力ありますよっていうふうにレーダーちょっとつけています。わかりました、はい、それにちょっと沿っていただいてね、実際につけていただいたなと思っております。はい、というわけで、天水森川はですねパンチ6と、うん、これパンチ力ですか、そのテクニックですか。そうで、それを全部踏まえたものになるんで、うん、まあ、結構細かく持ってやっていけば、うん、もっと細かくできるんですけど、うん、まあ多分こいつはにわかなんでちょっと分かんないんで、うん、まあ、パンチっていうふうにちょっとさせてもらったんですけど、わかりました、はい、はい、なんでまあ KO 率もそうだし、うん、まあ、そのパンチのスキルとか、うん、まあ、あとはその結構ブレのなさ、インパクトの強さとかそういうもの全部含めての6っていう感じになってます。はい、ああ、はい、ありがとうございます、はいはい、ちなみにどうですか、浦部選手的には。いや僕的にはもうちょっと下かなと思うんですけど、下あのそんなに、まあ、4ぐらいかなと僕の中ではね、はい、でもチャンピオンになってるわけじゃないですか、うん、はいはい、という意味では全然
それはもう5、はい、6ついて全然いいと思うんですけど。いいんですか。はい、でもね、例えば、はい、那須川天心くんが6ですからね。はいはいはい、うん、いや俺は天心と同じレベルだと思ってます。もう彼もね、そうめちゃくちゃパンチうまいですから、はい、うん、いやでもね、マジで俺浦部選手の俺パンチって、基本的にはまあ結構まあその始めた時期とあの後半でまた戦い方ちょっと違うんですけど、ああそうですね、うん、はい、どっちかって俺カウンターとか左のジャブとか、うん、あの辺のスキルがかなり抜けてるなと思ってて、うん、でその中でそれを使ってって後半の最後にこう右のストレート一発みたいなイメージは結構ある、うんうん、はい、でかなり俺の中ではうわめちゃくちゃうまいなっていうイメージです。 ありがとうございます。パンチに関しては、はい、そうかもしれないですね。そう言われてみればそうですよね。はい、そうかもしれないです。そうなんですよ、俺もそう思ってたんで、はい、ということで、うん、はい、でまあ、ちょっと実際にあのこの今日はパンチちょっと教わっちゃおうかなと思って、おー、で俺教わりたいのがあって、はい、というわけでですね、まあちょっとパンチのカテゴリーの中で聞きたいのが、うん、浦部選手の俺右ストレート聞きたくて、うん、はい、でその右ストレートも右ストレートでもなんかちょっと独特なんですよ、はいはい、こうまあ、普通にこう体切ってパンチ当てていく右ストレートは、はい、まあ、普通に強いっての知ってるんですけど、はい、なんかこう急に頭入れて、はい、こう後からついてくるみたいな、あ、そういう打ち方もしますね。ありますよね、はい、俺あれどうやってるのかなってちょっと知りたくて、はい、あれはどっちかというと感覚、はい、感覚、はいはいはい、あんまりこのフォームとかそういうのは気にしないです。基本的な打ち方、これが一番やっぱ強いと思うんです、そうですよね、強いと思うんです、うん、速いと思うんですけど、うんうん、こういう打ち方っていうのはなんか、うん、できればその、まあ、1ラウンドよりも2ラウンド、3ラウンド後半の方が割と入りやすいというか、その相手がちょっと、ね、崩れてきたタイミングでこういうのは結構打ったりしますね、うん、これは何のフェイントになってるんですか。これを入れるとちょっとそのテンポが遅れるというのがあるかもしれないですね。あ、なるほど。こう、うん、はい、これこの打ち方だと、うん、基本的にまっすぐ打つときは引くのをかなり意識するんですけど、うん、この打ち方っていうのはもう完全にあの押し込みます。打ち方、ああ、なるほど。はい、うわ、めっちゃ重いな。やりますね、こうやって、はい、ああ、なるほど。だから、まあ、普通は多分あれですもんね、頭とこの拳が同じような動きをするけど、はい、だけど頭が先に来ちゃって、はい、で後から来るから相手がそのワンテンポ遅れて、あ、そうかもしれないですね、ガコンともらうみたいなイメージなんですね、はいはい、そうかもしれないですね。ちょっと強めに打ってもらっていいですか、はい、いや僕何ヶ月ぶりだろう。ブチッとかいかないでくださいね。結構のスラーがいいと思います。うわぁ、もう肩持ってかれるわ。なるほど、はい、こんな感じですね。まあ、確かに普通のストレートよりやっぱり威力は乗っかってて重いってことですね。はい、じゃあ普通のもいいですか。普通のこの普通の打ち方っていうのはそんなに握らないというか、うん、このスピードのこの切りの方が大事なんで、はいはいはい、素手だと結構打てなかったりするんですよ。ああ、なるほど。グローブありでこの打ち方が、はいはい、なんか響かせるような打ち方ってことですか。どっちかってそうです。なるほど、なるほど。相手の脳をパーンって揺らすような感じなんで。ああ、押し込んでないんですね。押し込んでないですね。なるほど、なるほど。じゃあ押し込まないそのストレートと押し込む、うん、あれ何ですか、オーバーハンドのオーバーハンドですね。あ、なるほど、はい、っていうのを、まあ、使い分けながら。そうですね。でもそんなに入れないですよね。たまに入れるぐらい、試合中に。あ、そうですね。2回ぐらい、3回ぐらい、そんなに今打たないですね。なるほど、はい、これがあれですよ、浦部の必殺右ですよ、はい、うわ、すごかったですね。本当に本当にすごかった、はい、なるほどという、はい、目から鱗でした。ありがとうございます、はい、というわけでキック、はい、次行きたいと思います、はい、これは割と浦部選手、まあ、右ストレートめちゃめちゃ KO 率高いんですけど、はい、背景のハイキックとか、はい、飛び膝とか、はい、そういう技での KO もめちゃめちゃ多いんですよ、はいはい、まあ、KO 率が 49% って、まあ、半分ぐらいあるんですけど、そう、その中でもやっぱりキックの KO もかなり多いイメージがあって、キックは浦部選手的には、僕はね、キックは、まあ、そのまあ現役15年やってきたどのタイミングの評価が分か、まあ、っていうのもあると思うんですけど、はいはい、自分がやっぱ一番動けてるなっていう時だったら8です、うん、おお、失礼いたしました。8です。いや、
8ですよ。何を言ってんですか。これ誰だこれ作ったやつ。ただ現役全部見てたやつもね、大体まあ、うんうんうん、後半はかなり、ね、落ちてきたんで、はい、うん、まあ6ぐらいかな。はい、あ、平均すると。はいはい、そうですね。まあでもこれマックスでいいと思います。マックスの時で言ったら8で、はい、マックスは、うん、あったかな、はい。いやでもすごかった。そのコンビネーション、そのさっきパンチやったけど、パンチからのコンビネーションからのこう蹴りとかハイキックとかでかなり KO 量産してたんで、はい、まあ間違いないかなっていう。はい、でなんかねやっぱりね、その結構当たんないんだよ。割と入ってやっぱりキックボクシングの中でも結構難しくて、パンチで KO 取ってる人とかって結構いるんだけど今でも。だけど蹴りで KO 取る人って結構少なくて、その中でもその蹴りで KO 取ってたっていうのは俺浦部さんと那須川天心ぐらいじゃない？なんかっていうイメージ本当に、俺の中ではそうですよね。まあもうちょっとわかんないですけどね、あの多分ノイリね、ノイリとかもかなりうまいかな。でもノイリくんあれじゃないですか、うん、あの膝とか、まあ、あのあれじゃないですか、あのなんだっけ、三日月とか。そうですね、っていうイメージだから、はい、なんか背景の技とか、ハイキックはそうですね、あんまりないかもしれない。そうですよね、うん、っていうイメージがあるんで、うん、かなりそのトップクラスっていう意味で浦部選手こう8にします。いやね、はい、ありがとうございます。じゃあというわけで、じゃあパンチが4で蹴り8、だいぶ癖の強いレーダーチャートになりますけど、じゃあ、じゃあそう、はい、あ、じゃあかなり結構蹴りには割と自信が、蹴りはそうですね、もう自信ありましたね。おお、はい、じゃあこれはでもね、これマジで今回聞きたいのがあって、うん、の蹴りのね、 KO でよく取ってた飛び膝蹴り、はい、見ました見ました。これをちょっと俺今日聞きたいんですけど。はい、もちろん、はい、大丈夫ですか。大丈夫ですか。じゃあちょっと、じゃあ今度飛び膝蹴りいきたいと思います。はい、はい、というわけで次、キックですね、いきたいと思います。まあ、浦部選手といえば、飛び膝なので、その飛び膝をちょっと聞きたいと思うんですけど、なんか飛び膝で倒す選手って全然いないんですよ正直。だからその浦部選手どう、まあ、レミー・ボーヤスキーぐらいですよ言ったらレミー・ボーヤスキーか浦部かっていうぐらいなんで、ちょっとそこをどういうふうに蹴ってるのか、はい、ぜひ教えてください。もともとですね、僕あのその垂直飛びが結構割と、まあ、高いところまで飛べるっていうのがあったんですよ。もともとバネがあって、うん、瞬発力があったんで、うん、できる技なんですけど、うんうん、意識としてはですね、はい、しゃがまないことですね。そのまんまこの脚力だけで、はいはいはい、蹴ってます。で、当たれば膝って重くて硬いですし、当たれば骨は折れますし、絶対外れても切れたりするんで、うんうん、まあ、殺傷能力がかなり高い技だと思うんですよ。特に K1 ルールの中では、うん、多分一番硬い場所だと思うんですよ。ああ、まあそうですよね。もう分厚いし、でかい骨ですもんね。はい、はい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 。まあ、当たればもう勝ちですよ、これはもう。なるほどなるほどなるほど。え、ちょっとごめんなさい、もう一回見せてもらっていいですか。俺これこんなん持ってたんで見えなかったんで。しゃがまないで、はい、このまま飛ぶ。じゃあここのふくらはぎの筋肉だけですか、使って。あ、そうです。このまま。真上に飛ぶ感じですね。そんなことできるんだ、はいはい、そう、基本的にはジャンプするときってここを折らなきゃいけないんですよ。ここを折ってこの後ろのもものハムストリングの力を使ってこう飛ぶのが基本的な飛び方だけど、ここで飛べちゃうってことですね。そうです。それはすごいわ。あの僕すごい意識してたのが、はい、ジャブのこのタイミングを全ての技で統一してたんです。だそのつまりこの速度に合わせて立つ全部の技を。だから飛び膝も蹴りもミドルだろうが、点で全部当てるような。ああ、なるほどなるほどなるほど。このスピード感はすごい意識し合わせてましたね全部。あ、じゃあ変わんないってことですね、そのスピードリズムが。あんまり変えないように。そうそう、このこの中で。そうですね、このイメージはしてました。ああ、そっか。しかもためがないからこそ、そうです、ね、当たるってこと。初動はやっぱ早い方がいいんだよ、その動きは。はい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 。え、タイミング的にはどういうタイミングなの。タイミング的には、うん、自分から行くときは、うん、曲線から直線っていうのをよく意識したんで、つまり、はいはい、まあ、ミドルキック、はい、フック、うん、これでかなり意識させることですよね、うんうん、ミドルキックと。なるほど、外側を意識させる、はい、曲線を意識させてから、はい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 、これが一番入ります。直線から曲線よりも曲線から直線って結構入りやすいんですよ。なるほどなるほど、はい、そういうことか。こっち側を意識させとけば、ここの意識がかなり薄くなる、はい、そうですね、そこをストーンとこう、はい、蹴り上げるということですね、はい、なるほど、はい、ちなみにこう相手の姿勢体勢的にはどういう時に狙ってるんですか。なんか例えば、はい、こうグッと前に入っている時だったら、それはもう余裕で入りやすいですし、はい、
ちょっとこうガードが硬くなってきたタイミングでもう入ります十分。なるほど。目隠しとかもよく使ってましたね。はい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 。ちょっと意識して。ああなるほどなるほどなるほど。これが外れた瞬間にはもう膝入ってるんで。でも確かに見えない。なんかそう急に上がってくるイメージですね。はい。そうそう。なんかこれがあったらこれがなんかあった瞬間に急に消えてる。なんかこれがあると多分瞬間的にもっとより構えるじゃないですか。はいはい、はい。こうなったらもう。そっかそっかそっか。はい、こうグッてした時がよりチャンスってことですね。そうですね。はい。ちなみになんか高野選手には入りづらいって思ってたって言ってたんですけど、はいはい、なんで入りづらいと思ったんですか、高野選手。高野はどっちかというとその倒しきるスタイルじゃなかったんですよね、その当時っていうのは。はいはいはい。まあ、最後まで自分の姿勢を守って、はいはい、一定の距離を保ちつつ戦うタイプだったんで、うん、このチャンスが生まれにくかったっていうのがあったんですよね。あとあんまりこうグッと前に入るようなことも基本でしないように戦ってたってことなかったですね。はあ、なるほど。じゃあもうあそこはじゃあ本当一瞬の隙だったってことですね。はい、ただ高野も倒しその、まあ、攻めてる中で攻めあぐねることがあったんですよ、うん、はい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 、はい、相手が一定の距離でずっと攻めてるんだけど、うん、もうどうしたらいいか分からなくて困る瞬間があったんですよ。なるほどなるほど。その瞬間は隙なんですよね。その瞬間ばっかり狙ってました映像で。へー、はい、あ、じゃあそれをずっとじゃあ、まあ、自分の中でイメージしながらやって、はい、そのまま試合で出た感じなんですね、はい。はあ、ガーッて攻めて守ってで、あ、もうどうしようかなってふって迷う時があるんですよ、うんうんうん、その瞬間をずっとイメージしてやってました、ね、僕。じゃあその当たった時がそれだったと。あ、それもうぴったりそのタイミング、そこしかなかったんで、はい、逆に言うと、はい、すげえ達人じゃん、もうすごい、はあ、なるほど、ありがとうございます。いえいえ、はい、というわけで、ね、飛び膝蹴り。怪我してないですか？大丈夫ですか？大丈夫です。だいぶ痛そうでしたけど。あれもらってるの？これないんだ。あ、見てなかったんだ。直じゃなかったですか？やばいな、俺。この後終わりたくないの、このまま。はい。っていう感じで。はい、ありがとうございます。はい、で、次、ちょっとディフェンスに行きたいと思うんですが、はい、俺、この、パンチキックディフェンスの中だったら、うん、俺ディフェンス能力が浦部選手俺は一番高いと思ってるんですよ。もうありがとうございます。っていうのも、はい、そのカウンターがめちゃめちゃうまかったりとか距離感の設定がめちゃめちゃこう絶妙なんですよ、うん、で意外と浦部選手ってなんだろうな、結構、まあ、素人的に見ると何が強いか分かんないっていうのが多分正直分かる、うん、あるんですよ。かなりこう巧みで、なんでこう急に KO を取ったんだこの人っていう多分イメージの選手かなっていう素人目には、うん、はい、感じなんですけど、多分それはディフェンス技術が多分異常にうまくて、うん、でもらわなくてそのままなんだかんだこう相手をちょっとずつこけ合わせてはめてって最後に KO しちゃうみたいなことができるから、うん、俺はこれめちゃめちゃ浦部選手強いのかなと思っていて。あ、はい、ありがとうございます、はい、そういう意味でちょっとディフェンスに関してちょっと聞きたいんですけど、はい、ディフェンスはですね、はい、基本的に僕ってそのめちゃくちゃ打たれ強いタイプでもないので。そうですね、たまに結構ダウンありますよね、はい、正直、はい、もらったら倒れてしまうっていうのはもう自分の中で分かっているんで、はいはいはい、なるべくもらわないようにっていう、まあ、距離の設定からですね、うん、まあ、ディフェンス能力もかなり、ディフェンスの技術ですね、うん、もうかなり意識はしてやってましたね。そうですよね、はい、そうだ。え、ズバリいくつですか、ディフェンス点数つけるとしたら。ディフェンス6ぐらい。ああ、6なんだ、はい、まあそっか、被弾待ったりするんでね、完璧じゃないんで僕も、うん、被弾待ったりするんで、でもね、まあ、なんか俺結構それは思うんですけど、最近結構気づいたことがあって、うん、割と KO 取る選手って KO される可能性もリスクも背負ってるなと思っていて、うんうん、で浦部選手って本当倒す戦い方してるじゃないですか、はい、だからこそ多分そのダウン取られることもあるのかなっていうイメージなんですよ、うん、はい、そういう意味でこう攻めながらも、まあ、ディフェンス技術の上手い選手っていう俺はイメージなんですよね、はい、うん、そうですね、こう、まあ、スパーリングでもそうですけど直撃ってないですね。あ、やっぱそうなんですね、はい、試合中もちょっと微妙にずらしてますね、もらう瞬間に、はい、うん、すごい目がいい選手なのかなっていう。だから15年間で60戦やってきましたけど、うん、大きい怪我がないんですよ僕、はい、
肉離れとかあるけど、あ、そういうのありますけど、まあ、それもまあ十分大きいんですけど、まあ、首とかこう脳とかっていうことですか。そうですね、うん、はい、脳のダメージもそんなにないですし、あの顔の 骨折とかもないですか。あ、ありますねそれ大きくねえんだ、はい、あ、そうなんだ、はい、ありますね。あ、そうなんだ。どこ、ちなみにどこ。顎の骨もありますし、眼下底はもう多分両方、尾骨はもちろんスパーリングでも骨折してますし、ね、はい、いや、もう大怪我ですよそれは一般で、一般的に言ったら大怪我でした。はい、大怪我してました。はい、ディフェンスってなんか、はい、こう、そう、実演で教えるものってありますよ。なんか、なんかこれはちょっと俺しかやってないよとか、この技術って意外とみんな、僕もね、完全格闘技から離れちゃってるんで忘れちゃいましたね。そんな前じゃないですよね、まあ、はい、なんだろうな、うん、まあ、なければ俺の中では、はい、その距離の設定をどういう風にしてるのかなっていうのはちょっと気になってて、はい、独特な距離感じゃないですか。もらわない距離感だけど自分はちょっと当てれるみたいな距離感っていうのを、どういう風にこう感覚的に合わせてるのかなっていうのは、はい、これはですね、まあ、僕はもともとチームドラゴンっていう、まあ、道場がジムがありまして、うん、で、そこのまあ先生、前田先生、うん、前田健作先生が、はいはいはい、その距離の設定をずっとやっぱ昔からよく、まあ、言ってたんですよね。あ、そうなんだ。で、僕もチームドラゴン出身ですし、かなりその距離のその設定を、まあ、かなりそこは、ね、研究というか、うん、言われてましたね。ちなみになんかこう言語化するとしたら何かあるんですか。言語化するとその距離の設定ですか。うん、なんか教わったこととかでこう印象残ってることとか。例えば相手が一歩踏み込んだらその分その距離を下がる、その距離分下がる、その微妙なその距離感をもう本当に1センチ2センチもう狂いなく動くっていう。なるほど。徹底的にやってましたね。これあれだね、これやってもらった方がいいわ。その距離感ですね、はい、っていうのをどういうふうに、まあ、作っていたのかっていう、どういう意識だったのかってちょっと聞きたいんですけど、はい、僕ベタ足ではなかったんで基本的にはいはい、うんうん、でちょっと動いたらこのすぐに反応することですよ。相手がこう来たら、はい、その1センチ動いたら1センチ分ってことですか、はい、このぐらい反応する、はいはい、この感覚ずっとこれです。で、はい、でフェイントとかかけたりすると相手がフッて なるとしたらその分踏み込む。なるほどなるほど。その駆け引きをずっと意識してましたね。ちなみにその維持してる距離感っていうのはどういう距離感なんですか。この距離は、はい、ミドルキックが当たる距離ですね。でジャブは一歩踏み込んで当たる距離です。ミドルに関しては別にこう前に踏み込まなくてもその場で蹴れる距離、はい、その場で蹴る。ああ、なるほどなるほど。この、はい、なんていうんですか、このステップがない、はい、この場で蹴るこのミドルっていうのめちゃくちゃ使えるんで。なるほどなるほど、はい、それは何で使うんですか。これですか、はい、これはこれで倒すわけじゃなくても、うん、これでこれを軸に今度試合組めるんですよ。あ、なるほど。意識させることによって全部がまた意識が、はい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 、まあ、それでリズムを取っていくような技として左ミドル、そうですね、はい、であとジャブを、まあ、一歩踏み込めば入る距離っていうのを常に作っていって、はいはい、でもう試合的にはどうなんですか。カウンターなんですか、狙ってるイメージとしてはずっと。カウンターも意識してます。そのカウンターが当たったら俺畳みかけていくイメージなんですけど、そういうイメージですか自分の中で。そうですね、基本的な戦法と戦術、自分からガード構えてガチガチやるタイプでもないんで。そうですよね、はい、うん、割と一定の距離を保ちつつそのカウンターを狙ってますね、うん、っていうのも、はい、その武道の話ですけど、はい、後手の方が強いんです、本当に言うと。なるほどなるほど、はい、はいはいはい、先手よりも後手の方が強い。攻めゾーンっていうのがあるんで、うん、攻めたら損することもたくさんあるんで確定ですよ。なるほどなるほど、はい、結構だから攻めてる方が先手の方が選択肢があるように見えて意外とないんですよね、はい、ないんです、うん、はい、後手取った方が選択肢としてたくさんあるし、やっぱりそのこう相手がグッてくるタイミングで合わせていくから、その分力も強かったりとか。そうです、はい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 、あの宮本武蔵の五の線っていうのがあるじゃないですか、うんうん、はい、もう昔からその戦法があるぐらい、はいはい、もうこれってやっぱ強いなと思うんですよ。あ、ちゃんと、はい、その相手の初動一発目の動きにしっかり合わせるっていう、うん、基本的なことですけど、うんうん、それを意識した方がまあ割と、はい、そうっすよね、うん、いやだから俺これ割とね、正人さんに割と怒ってて、正人さん
あの結構ね、うん、その浦部選手がこう下がって割と戦うこと多いじゃないですか、はい、でそうすると浦部押されてますねとかって言ってるんだけど、いや俺は違うと思ってますよ、俺はこれは距離感をちゃんと作ってカウンターを狙ってるんだよ、うん、みたいな、はい、俺多分そうだと思ってたんですけど、でも多分そういうことですよね、結構押されてるような試合でも、まあ、ダウン取ってる試合っていうのはそういうふうに5の線を狙って常にカウンター狙って戦ってたってことなんですよね、はい、そうですよね、はい、よし、俺のが正しかった。俺のが正しかった。もともとめちゃくちゃその、まあ、筋力的にパンチ力があるとか、はい、でスタミナがあって、うん、体も強いというタイプじゃないんで、僕はもともと。だからそのテクニックをうまく、その距離から何からっていうのはすごい気にしましたね。ああ、やっぱそうなんだ。いや、めっちゃ嬉しいよ。なんかそこの答え合わせができて、はい、嬉しかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、ディフェンス技術。ありがとうございます、はいはい、じゃあ次ちょっと行きたいと思います。次がスタミナになります、まあ、ちょっと俺の中では、まあ、これまでちょっと5を超えるものをちょっと今はつけてたんですけど、はいはい、ここは4という感じでつけさせていただきまして、はい、まあ、ちょっとね後半ね、うん、落ちるイメージなんですよ俺の中で。ダメ選手って、ね、はいはい、序盤は割と結構ガッていくんだけど、うん、後半ちょっと落ちてきて、で、まあ、そのやられながら、まあ、カウンター一発か、うん、まあ、そのまま負けちゃうかっていう俺の中では印象なんで、うんうん、まあ、だけど後半で、まあ、その一発があるってことは、うん、まあ、そのディフェンスしながら、まあ、探りながらこう受けながら狙ってんのかなっていうイメージもあるんで、まあ、ここはちょっと難しいなという意味もあるんですけど、まあ、4っていう感じにちょっと付け出してもらって、後半での KO もあるんで、はい、そうですね、はい、だないわけじゃないと思うんですけど、どうなんですかね、ここに関してスタミナ3ですね僕。ええー、はい、本当ですか、はい、練習してないですか。いや練習はしてたんですけど、はい、まあ前世紀もうバリバリの時はもちろんスタミナもありましたよ、うんうん、ね、だけどどっちかっていうと根性で動いてる部分のがあったので、スタミナ自体は例えばじゃあマラソンとかで、うんうん、どのぐらい走れるかって言われるとそんな走れないんですよ僕、ね、でもなんか武井選手とかのダッシュやってるよ、うん、とか見ると割と全然浦部選手勝ってたりするじゃないですか、はい、短距離走は僕の方が速いです。あ、瞬発系なんだ。中距離以上はもう叶いません、全然かけない、はい、あ、そうなんだ、はい、そうか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 、自分のスタミナはバケモン的な、もう本当にスタミナありましたね。あ、じゃあやっぱり武尊選手は短距離的な瞬発的なものよりも長距離的な、うん、そうですね、スタミナの方がやっぱあるってことなんですね。そうですね、へえ、あ、そうなんだ、はい、でも どうなんですか、でも練習量的にはめちゃめちゃ積んでるわけじゃないですか、うん、はい、でクレストのスパーリングとか見ているとめちゃくちゃラウンド数こなしてたりするじゃないですか、はい、ああいう時も練習でも割と後半は落ちちゃったりするんですか、うん、いや結構後半上手くなっちゃったんで、うんうん、スタミナ全然使わなかったんですよね。あ、そうなんだ。力も使わなくていいし、スタミナも使わなくて良くなっちゃったっていうか、うん、そういう風にどんどん効率化してっちゃったんですよね。達人みたいになっちゃったんですよ。だから全然スパーリング疲れなかったんですよね。ああ、じゃあなんかもう本当に毎回やってるような選手だったら、うん、もうあ、こうパー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 みたいなポーンみたいなことができちゃったってことですね。そうですね、瞬間的に力をバッて出してあとはもううまく調整するっていう。ああ、なるほどなるほど、難しい部分もちょっとあったんですね、3ラウンドになってくると。そうですね、はい、延長なんかは特にね、あんまり。そうですよね、延長での、はい、延長で入って浦部選手勝ってるイメージは正直ないですよね。いや、勝ったこともありますよ。もちろん、あの、はい。いや、イメージですね。イメージ。イメージです。イメージですよ。はい。もうバリバリやってる時期もありましたけど、でも、やっぱ後半はそうですね、割と、なるべく疲れないで戦うことばかり考えてたりしてましたね。ああ、やっぱそうなんだ。すごいレベルの中でのお話だから。そうだね。ちなみに体感的にはどれぐらいから、うわ、もうきつってなってるんですか、あの3分3のある中だったら。1、2は全然大丈夫ですよね。あ、1、2は大丈夫なんですね、はい、で2ラウンドカーンって終わって、うん、こう戻ってコーナー戻ってきてから、うわ、もう3ラウンド無理だなみたいな感じなんですか。いや、3ラウンド目はあと1ラウンドだけだから根性でいこうっていう。あ、はい、で延長になったら嫌だなって思います。、はい、ちょっと顔出てる時ありますね。延長かみたいな。割とちょっとウルトラマン的な要素があるんですね。まあそうですね、スタミナ的にはそうですね。ああ、なるほどですね、はい、これちょっとなんか俺の中ですっきりしました、うんうん、俺飲んでだよ浦部みたいな、はい、ここだよみたいな、はい、俺の中でそういけよみたいな、はい、
結構ね。応援してるから、ね。そうそうそう。あ、なるほどですね。ありがとうございます。はい、あ、次最後、メンタルですね。はい、まあ、ここはでもまあいいですかね。とりあえず、はいはい、もう言わなくて。もうこれはもう。ここに関してはまあ特に言うことはない。いやいや、まあ三ですね。いや、お、はい、あ、3っていうのは、はい、まあ、ちょっと、まあ、理由をちょっと、はいはい、差し、ちょっと言い訳させてください。いや、はい、あ、どうぞ。ね、はい、俺、これ、浦部選手って、俺、これ、メンタル高かったら、多分2階級制覇もしたし、もう10勝、20勝ぐらい、もっと勝率高かったかなっていう、できてたかなっていうイメージなんですよ。うんうん、俺はそこが、割と浦部選手の一番の弱点だったっていうふうに、俺の中でちょっと思ってるところがあって、うん、はい、どうですか。僕ね、あのこれは多分正しいと思ってるのが、はい、結構その、まあ、ビビるとかそういうのはなかったんですよ、うんうんうん、ね、あの常に強気でいけるんですけど、例えば試合が決まってで対戦相手の映像を見るじゃないですか、うん、で相手がそんな強くなかったら結構一気にモチベーション下がって、ああ練習も力全然入らなくなっちゃうっていうのが結構あったんですよ。へー、はい、相手が強かったら、あ、相手が強かったら、まあ、結構頑張ったりするんですけど、なんか引退の時の、うん、YouTube の動画でも話しされてたと思うんですけど、一、はい、回チャンピオンになってから、はい、ちょっとこうモチベーション下がっちゃったみたいな話、あ、はい、上がらなくなっちゃったみたいな、うん、結構常にモチベーションで結構 すごく上下しましたね。その時の気分だったり、はあ、そういうのがありましたね。そうだから、そうなんだ、めっちゃ強いって時もあれば、おいどうした裏ねみたいな時もあれば結構なんかそういうイメージの選手だったんですよね。あ、まあ、僕の弟が結構その対戦相手の映像とか見てくれてたんですよね、うん、でよく注意されてたのが、うん、もう本当舐め癖があると、相手を舐める癖があると、へ、それがもう子供の頃からあったらしいんですよ僕は。あ、そうなんだ。へ、対戦相手をすごく舐めるところがあるから、そこだけが心配だっていつも言ってましたね、うん、あ、で試合で実際にバーンと当たった時に、うわ強いじゃんみたいになっちゃったりするってことですか。あ、結構それでズルズルそのまんま判定で負けちゃうっていうのも結構ありましたね。そこが結構その格闘技とかの難しいところで、結構相手を取られる時って課題でもダメだし過小でもダメなんですよね。うん、そうですね、そう、はい、本当に実力っていうのをこう1ミリも狂いなく捉えないと、割とこう試合になった時にこう結構そのブレが出ちゃって、そこが結構メンタル的に来ちゃったりとか試合中することがある。そう、課題評価しすぎてもダメなんですよ、うん、課題評価しすぎると今度、そうそう、でかく見えちゃうから、その大したことないパンチでもうわ強っと思っちゃったりとか結構あるんで、うん、そういう意味では多分過小評価したんですね結構相手を。その時ありましたね、あの例えば映像見てて、うん、あ、もう映像見なくていいわっつって、うん、もう見なかったり、うん、なんかそんな、そんなこともあったり。メンタル的に今常に強いタイプ、平常心を保つタイプではなかったかもしれないですね、はい、実際どうなんですか、平田選手、はい、ご自身で言うと、うん、そう、いくつになりますか。僕ですか、うーん、4かな。お4だよ。いやでも散々今低い話をするのあ、意外と4なんだみたいな。ただ度胸は結構割とある方だと思うんですよ。そうだよ、だってスーパーフェザー級チャンピオンになってんだから。そうだよ、そうだよ、3なわけねえだろ、いい加減にしろ。オラオラってタイプなんですか、それとも、はい、まあ、さっきのそんなにこうビビることはないって言ってたんですけど、はい、試合の時の、まあ、メンタルの、まあ、調整の仕方としてはどういう調整の仕方をしてたんですか。メンタル的な調整の仕方意識したことないんですけど、あのやっぱナチュラルな感じなんですか、はい、キャリア前半は相手にかなり憎しみを持って、あの例えば普段からそういう風に過ごしてたので、うん、メンタル的には常にその持っていき方が前半は割といつも一緒だったんですよね、はいはい、だから結構ブレはなかったんですけど、なるほどなるほど、はい、後半からは、うん、割とそういうブレはあったかもしれないですね。あ、はい、まあ、本当にぶっ倒してやるみたいなところで臨んでって、うん、でまあ、後半にかけて俺もでも分かるんだけど、うん、自分も2年前かに、あの、うん、一応選手としては退いてるんですけど、はい、まあ、それまでって割と20代前半の頃って本当にオラオラで、うん、こいつもう ぶっ飛ばしてやるみたいな感じでやってたんですよ、うん、はい、だけどなんかそのスイッチを俺20後半とか30ちょっと行ってから入れようと思った時に入んなかったんですよ、うん、でその時にあ、これなんか20代前半の時のこう持ってき方とまたその20後半とか30の時のモチベーションってちょっとまた違うのかなっていうのは自分の中ではあって、うん、そういう意味では
後半はじゃあ割と結構自分の中でそのスイッチを入れるのが大変だったみたいな感じなんですか。大変でしたね。全然入らなかったですね。うん、で試合カーンになっても入ってない時とかあるんですか。それはないですか。いや入ってないですよ全然。相手に対して別に憎しみが別にあったわけじゃないんですけどね。あのだからキャリア前半っていうのは本当にまあ、どっちかって憎しみも殺意を持ってリングに上がってました、はい、めっちゃ怖かったもんその時の浦部さん、うん、野球選手が言ってたのその頃、うん、そう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 。ただキャリア後半、まあ、チャンピオンになった後なんかは、まあ、本当に殺意を持ってリングになんか上がるのもなみたいなちょっとこう冷静になってしまった部分もあったんですよね、はい、分かるわ分かるわ深いだろお前、うん、はい、いやでもめちゃめちゃ分かります。いやもう、はい、じゃというわけで、レーダーチャートね、今つけていただきまして、はい、パンチ4ぐらい、キックが8、はい、で、ディフェンスが6、うん、あスタミナ 4、はい、4ぐらい、メンタルは 4、はい、26ですね。26、おくしくも合計値は一緒ということで、本当だ、正しいということが証明されました。バランスの問題。まあ、そうですね。でもまあこう25超えるとまあチャンピオン本当トップクラスっていうことになるんで、まあこれを間違ってなかったってことですね。うん、というわけで、はい、レーダーとつけてたんですけど、はい、ちょっと質問を何個かお願いしてもいいですか。はい。浦部選手の、まあ試合といえば、俺の中で割と浦部兄弟対決、うん、まあこれ多分何回も言われてると思うんですけど、浦部兄弟対決があるなと思っていて、はい、で、まあ、1回目浦部光也選手にまあ、決勝でトーナメント決勝で負けるじゃないですか、うん、まあ、結構ダメージがあってそこ狙われてっていうところで負けて、でまあその1年ぐらい後にまた2回目を戦うわけじゃないですか、はい、俺その1年どういう、こう兄弟の関係性だったのかなっていうのをちょっと知りたくて、その、まあ、最初に負けた1月なんですけど、最初にトーナメントの1月だったんですけど、その時はもう本当に僕悔しくて、うんうんうん、チャンピオンは弟じゃないですか、うんうん、絶対奪い取ってやるっていう気持ちでいたんで、はいはいはい、そこからその、まあ、試合が決まるまでは一切口聞かなかったんですよ、はい、じゃあ1年近く全く喋ってないですか。喋ってないです。会話してないです。最初の方は一緒だったんですけど、はい、試合が決まりそうか決まらないかみたいなな時は先生たちがみんなすごくその協力してくれて時間をずらしてくれたんですよね。練習時間が違うんで会うこともなかったんですよね。はい、そうなんだ。あれその時ってあれクレストチームドラゴン、チームドラゴンですね。チームドラゴン、はい、そんなにだったんですね。はい、じゃあもう何ヶ月間はほぼもう全く会わないぐらいの期間があったってことですか。ありました、ありましたね。はい、でも法事とかあるじゃないですか、さすがに。いえ、法事はそんな時に法事はなかったです。あ、なかった、うん、どうしても喋んなきゃいけない時はどうしてたんですか。もうあれですか、メールぐらいですか。どうしても例えばなんか、ね、やり取りしなきゃいけない時あったんですよ、うん、その時は親が親経由で、ね、あとはまあ弟、タケルが弟分なんでタケル経由だったり、あ、そうか、そうか、ええ、すごいっす。そんな徹底してたんですね。ね、キム選手が電車バトみたいな。すごい、すごい話ですよ。ね、どういう感じだったのか、なんか実際に本当に、なんか本当に悔しかったからみたいな話を聞いてたから、そう見てたから、どういう関係だったのか、そんなだったんですね。なんか、あと、試合の時、怪我されてたじゃないですか。はいはい。あの、左足でさ、右だね。はいはい。右だね。で、なんか、あの、カムフラージュのために、なんか、どっちのテーピングしてるみたいな、はいはい、で、あの、私、同じチームだっていうのが、なんか、見てたんで、はい、いやだからなんていうかな、バレてんじゃないかなって思ったんですけど、でもすでにやっぱ時間もずれてたから、うん、やっぱ本当にお互いの情報はこう、そうですね、シャットアウトしてたというか、あの僕はタイでもうかなり合宿して、ね、長期で合宿してたんですよ、うん、でもうとにかく練習しまくったんですよ、うんうん、で最後の最後にブチって切っちゃって、うん、もう歩けなくて、うん、で緊急帰国ですよね、うん、でその時にはジムの代表、まあ前田先生だけには伝えて、あとは誰にも伝えなかったんですよ。あ、親には伝えました。はい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 、はい、でも誰にも伝えずにですね、こっそり帰ってきて、そこからもう早めに日本にいたんですけど、うん、まあ、自分なりに誰にもバレないように治療しながら、うん、で常にイメトレをずっとしてましたね、はい、じゃあ帰ってきた2週間って言ってたうちの1週間はもう日本にいないことにしてたってことですか。そうです、はい。すげえな、その期間。
じゃあほぼじゃあずっと家にいてこそこそしてたってことですか。家にいて、まあ、基本的に毎日病院行ってたんですよね、うん、治療しに行って、ね、で歩けないんで、うん、あのいろんな本を僕常に読んでたんですよ、ね、か昔からよく本を読んでたんですけど、うん、瞑想をかなりやったんですよ、はい、なるほど。もう例えば3分3ラウンドフルで戦うのはもう難しいと、うん、で3分3ラウンドの中で、うん、瞬間的にいいタイミング相手が隙を見せたタイミングで 100%120% の力を一気に出すと、はい、そういうトレーニングをするためには瞑想が必要だなっていうので、あ、なんか瞑想してより集中入り込めるようにメンタルのトレーニングをしてましたね。へえ、あ、そうだったんですね、はい、俺そうだからそれがまさに出てましたよね、はいはい、そのやっぱ裏目、そう、高野選手あの時バリバリ暴れ回ってた時期だったからこうガンガン来られたじゃないですか、はい、最初からもう、うん、でもうほぼこう後手後手に回って追い込まれて、はい、でそこからの起死回生の飛び膝ってあんなことできんだなっていう、結構例えば全部3分3ラウンド全ての場面で勝つってのはもう無理なことだったんで、うん、怪我もしてますし、うん、でまあ相手がそのまあなんですか一瞬隙を見せるタイミングっていうのは、まあ、弟なんで兄弟なんでちょっと分かってたんですよ、このタイミングだからとりあえず我慢どんなにやられても我慢だなっていうのがあったんで、うん、で我慢してで、あ、今だっていう時に、はい、それがさっきの飛び膝蹴りですよ、はい、痛かったですもらってないんで、はい、じゃあちょっと次の質問、はい、いきたいと思います、はい、タケル選手、皆さん多分、はい、まあ、このライト層のにわかたちは多分、うん、タケル選手ぐらいは知ってるんですよ、はい、いや当然でしょうね、はいはいはい、知ってるんで、うん、タケル選手のことについてちょっと聞きたいんですけど、はい、わかりました。結構まあその練習、まあ、ジムが一緒なんで、うん、タケル選手よくスパーリングやってたと思うんですけど、うん、まあ、結構そのトーナメントも一緒でタケル VS 浦部兄どっち勝つんだみたいな、うん、結構時もあったんですよ、うん、その時にやっぱり実現しなかったっていうのもあって、うん、まあ、タケル選手、まあ、高野選手とかヒロ君めちゃめちゃ強いっていうのはずっと、まあ、いろんなところで言ってるんですけど、うん、実際そのジムでタケル選手と、まあ、スパーリングした時の勝率とかってどんぐらいな感じだったんですか。いやどうかな分かんないですけど、うん、相当強かったですよ、タケルもやっぱり、うん、練習から強かったですし、うん、ね、まあ、僕はなかったですけど結構いろんな選手が出稽古に来たり、うん、まあ、ジム の、まあ、仲間だったり、うん、結構倒されてるの見てましたよ僕。あ、でも倒されたことはないですか。僕はまあ無視はないですけど、さすがっすね。いやいや、まあ、基本的に、はい、そんな、そうですね、スパーリングではないですね。へえ、そう、なんか武尊選手ってでもどっちかっていうと練習より試合の方が強いイメージがあって、でもそれは多分間違いなくそうですよね。そうですよね、はい、だということは多分練習で多分俺浦部さんの方が全然強かったんじゃないかなと思って。いや、まあ全然そんなことないですけど、はい、タケルも相当強かったですよ、ね、練習から。やっぱ謙虚だね。俺の方が強いって俺なら言っちゃうけどね、練習では俺の方が強いって。まあでもそうっすよね、はい、なるほど。ただ試合の時の、うん、もうなんていうんですか、こう強さっていうのは、うん、リングサイドで見てて驚きますね。何倍ぐらい強くなってる意味ですか、その練習でスパリングやってる時のタケル選手と試合の時のタケル選手って何倍ぐらい強くなってるぐらい。何倍か分かんないですけど、うん、もう別人ぐらい強くなってる気がします、ね、そうなんだ。っていうのも、はい、歓声を力に変えられるタイプだなと思います。あ、はい、もうスター気質なんですね。そうですね、完全もうスターだなと思います。そういうメンタル持ってる人だな。へえ、なるほど、はい、ちゃんとみんなの期待に応えようとするタイプなので、はい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 、うん、俺直接対決俺マジで見たくて。あ、もうファンとしては見たいんですね。そう、マジで見たくて、どっちが強いんだっていうのはずっと言われてたわけよ。うん、聞けず。はい、一応そこはじゃあ伏せておきます。そうですね、はい、力不足ですいません。はい、これ最後の質問なんですけど、はい、今までで一番強かった日本人選手、はい、っていうのをちょっと聞きたいなと思って、結構いろんな選手、対戦してるんですけど、まあ、有名な選手でいくと、はい、ノイリ選手とか、はい、まあ、タイガ選手、コウジ選手、芦澤選手とか、はい、結構いろんなこうめっちゃトップファイター今でも活躍してる選手と戦ってるんですが、はい、まあ、この選手一番日本人の中で強かったなっていう選手って誰なのかなって聞きたくて。あ、多分ね、はい、一番強いのは僕の弟です。あ、やっぱそうなんだ。はい、
そうだって武尊選手も高野くんはマジで強いってずっと言ってる。そう、高野はスパーリングでも強かったですね。高野選手は何が強いんですか、何がすごいんですか。まず一番、まず基本的に被弾しない、もらわないというのがまあ大きいと思います。あ、ディフェンス技術、はい、そう。でも浦部選手、廣高選手が強いから、うん、なんかめちゃめちゃ攻めてくるから、だから上手くなったらしい。なるほどね。そう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 、はい、っていうのは言ってたの、はい、戦いの中で。そうそうそう、多分ノイでもこの時僕やった時ですごいまだ子供だったんですよ。そうですね、17歳と21歳とかですよね。あ、そうそう、だから、うん、全然もう本当に何ていうんですか、ちょっと比較できないですね。うん、2位は誰ですか。じゃあ2位、はい、この時のタイが、はいはいはい、あ、パンチ重いなと思いました。多分一番重かったですね、僕のキャリアの中で。あ、こいつパンチ重いわと思って、はい、なんか打ち方すごいっすもんね、パッて飛び込んでってスパーンみたいな、うん、いや軽量級の下から上がってきたんですよ、55から、はい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 、のパンチ力じゃなかったですね。そうなんだ。いや、めちゃめちゃ確かに強かった、この時。お、こいつ、はい、パンチあるなと思いながら、はい、だから再戦した時は、うん、かなりその、まあ、ディフェンスをかなり意識してましたね、うん、あ、空振りさせようっていうのをすごい意識しながらやってました。うん、疲れさせようっていう、はい、まあ、確かに一発がめちゃめちゃある選手でしたからね。なんかありましたね、パンチ、はい、うん、であと、もう一人ちょっと浩二選手、うん、コーデ選手、うん、なんか俺バカにされてるのすごく嫌なんですよ、はいはい、だからなんか結構、まあ、雷神とか行って割とこうにわかのやつらはコーデだ、はいはい、うわーみたいにやってるんですけど、はい、俺コーデ選手はめちゃめちゃ強いと思ってて、はいはい、まあ、実際戦ってる浦部選手からして、はい、どうですか、このコーデ選手ってどういう選手ですか。コーデはメンタルとかそういうところで、うん、まあ、あと打たれ強いですよね、うん、体も強いですし、なんかそういうところでなんか一生懸命戦ってる、まあ、うん、実際戦った時も結構当ててたけど倒れなかったですもんね。そうですね、打たれ強いですよやっぱ、うん、あ、なかなか倒せないなと、うん、はい、まあ、強いですよね、コーデ選手は。俺は強いと思ってるんで、うん、しかも浦部選手を倒してるっていうのは俺の中で割とでかいのよ。で、その倒して倒して武尊選手までたどり着いた選手っていう本当にイメージがあるから、うん、そう、だから武尊も倒しきれなかったですよね。そうですよね。で、あの那須川君もね、もちろん倒せなかったし、うん、やっぱあの会見の時はムカつきました。会見の時は、うん、いや、まあ半分演出だなと思いながら、うん、まあ、見てましたけど、うん、実際ね、ああいう風になるとね、結構ムカつくもんですよ。やっぱそうなんだ。結構ガチでほいっつと思ってました。僕ね、あの試合が決まる前からちょいちょいね、挑発されてたんですよ。絶対こいつやってやると思って。なんだ、あいつ絶対締めてやると思って言ってましたね。いや、モチベーション高かったですよ、結構。こいつ絶対やってやんないとな。だって多分試合上戦ったら分かると思うんですけど、うん、多分そんな舐めてる選手じゃないじゃないですか、多分浦部選手のこと舐めてるわけじゃないのに、うん、やっぱその会見であれ、それをできるっていうのはすごいですよね。本気で怒らせられるっていうのは、うん、才能でしょうね。はい、というわけでここまでご覧いただきありがとうございました。ちなみに何か宣伝とかありますか。はい、まあ、宣伝というか、はい、まあ、今自分がやってることですよね、はいはい、の紹介、はいはいはい、そう、何やってるか、その引退後のキャリアみたいなところってのは、はい、結構ね、僕も本当はね、ジムとかやりたかったんですけど、うん、あれでもジムやってないですか、ゆうてんじ弟がやってるんですよ、あれ。あ、そうなんだ、はいはい。でもう、そのジムはもうどっちかというと弟の応援をしようと思ってて。なるほど、サポート的な。そうですね、うん、もう何かあればで、僕の知り合いも、まあね、入会してもらって、うん、そっちの方に回ろうと思って、はい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 、で自分じゃ何するかの時に、まあ、格闘技じゃない、全く格闘技じゃないところから一からちょっとまた頑張ってみようというのがあって、はい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 、今やってるのがですね、物流の仕事を、うん、物流物流の会社をやってます、はい、自分で一から立ち上げて社長さん、はい、お、代表取締役。そうですね、経営者。まあ、はい、あ、そうなんだ、はい。でこっちで成功するまではもう表の世界に出るのやめようって思ってたぐらいだったんで、はい、それがね、こんな表舞台に出てきていただいて、はい、だから、あ、そうなんですよ。あ、でもこれ結構前からもう、あの、約束してたから、まあ、出ようっていうのがあったんですけど、それ以外は僕テレビも全部断っちゃってるんです。テレビ出ないよ。そうね、ちょうどね、酔っ払ってる時に、はい、これやってんすよっつって、はい、出てくんないっすかみたいな。心配してるな。
だからもうテレビにも出ないし、はい、そんなことがあったんで、はい、まあ飲みの場で決まりました、はい、ありがとうございます。いやいや、行ってみるもんですね。いや、確かに、はい、ありがとうございます。概要欄に貼っておきましょうか。ホームページを貼っておきますので、はい、ぜひお願いします。はい、というわけで、ここまで浦部選手来ていただきました、K-1 ワールドグランプリ第2代スーパーフェザー級王者、浦部宏隆選手に来ていただきました。ぜひね、まあ、YouTube の、今日喋、った試合とかは貼っておきたいと思いますので、試合ぜひ見ていただいて、めちゃめちゃ面白い試合いっぱいありますので、ぜひね、あんまりキックボクシング見ない方も見ていただけると、かなりキックボクシングとか浦部選手のファンになっていただけると思うので、ぜひご覧ください。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。バイデン。あ、なんか今最後大丈夫か、バイテン行ってもらいましょう。はい、どうやるんですか。はい、じゃあ最後ね、我々の、挨拶でバイテンっていうのがありますんで、はい、どうやるんですか。ま、もうこれでバイテンで、バイテン、はい、わかりました。大きな声でお願いします。はい、大きな声で、はい、行きますよ。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイテン。はい、というわけで、まあ、ちょっと一回動画閉めたんですけど、はい、ちょっと実は我々お願いしたいというか、企みというかがありまして、浦部選手に今回来ていただいたんで、しかもかなり上の人だから、この浦部選手に呪術つなぎでコラボ相手を紹介してもらえたら、ちょっと面白いところまでたどり着くんじゃないか。いや、本当だよ。いいね。ちょっとね、スケベ心がありまして、はい、ちょっとぜひ浦部選手、ぜひこの次紹介してくれる方を、はい、そうですね、はい、僕もこの業界長いんで、はい、もうほとんどの、まあ、選手とね、関わりあるんですけど、その中でも、まあ、結構割と近い僕の後輩ですね、はい、大岩達也。おお、はい、聞いてみようかなと思います。大岩選手はちなみにどれぐらいの付き合いですか。はい、あ、結構長いですね。何年ぐらいだろう、まあ、5年ぐらいは、まあ、あ、そうなんですね。はい、いや、めちゃめちゃ大岩選手ね、めちゃめちゃこの鎖の人ね、うんうんうん、その鎖をつけろって言ったのは僕です。あ、そうだ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 。じゃあもうぜひ、ね、鎖ごとで来てもらって、次回、はい、実現するかちょっと分かんないですから、はい、ちょっとこの後音信不通になるかもしれない、分かんないですけど、大岩達也選手、次回ね、はい、ぜひコラボで、はい、期待しててください、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。